こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの由来について調べていきましょう。じゃじゃん。藤井敏夫さん、ありがとうございます。アルさん、スプラトゥーン3の小ネタです。スプラ3の、スプラ3? スプラトゥーン3の、映像にパラシェルターとマニューバーがないですが、それがテンタクルズの持ち武器なので何か関係するのではないでしょうか。長文失礼しました。なるほどね。これね、確かにちょっとええー、と思って、あのプロモトレーラーあったの見直してみたんですけど、こういうのとか、新武器、リッチャン、リッター、ダイナモニー、ブラスターでしょ?ロング。で、相手側が、ガロン、ハイドラ、寿司コラ、まあ、寿司か、寿司、で、洗濯機とか、っていう感じで、まあ、武器種としてもマニューバーと傘がね、見れてないんですよね。で、その他にも戦っとるところとかあるじゃん。ああいうのも結構細かく見てみたんですが、マニューバーと傘、出てない。で、他に出てない武器種といえば、まあ、筆とかあるんですけど、筆はまあ、ローラーのアッシュなんで、うん、まあ、ローラー、ダイナモがおったんで、あるかなーみたいな感じなんですけど、あとなんかあったっけ?ローラーあったでしょ?で、まあ、シューターもあったでしょ?寿司があったもんね。で、ガロンもありました。で、ブラスターもあったね。で、まあ、もちろん、チャージャーもあったでしょ。まあ、リールガンもこれ、シューターのところに入るんかな?そうしとこう。で、シューターじゃない、チャージャーありました。で、バケツも、スロッシャーおったもんね、スクリュースロッシャーっぽいのおったけ、あります。で、ハイドラおったけ、スピナーもある。で、マニューバーと、傘。うん。がね、ちょっと見当たらなかったんですよね。で、藤井さんが言うには、テンタクルズの持ち武器なので何か関係するのではないでしょうか。うん、うん、うん、うん。いや、これ、なかなか鋭いですね。多分、あったらめちゃめちゃ楽しそうじゃないですか。例えば、まあ、ストーリーが進んで、姫ちゃん、飯田ちゃんが出てきた時に、その武器種が解放されるとかね。めっちゃ楽しそうじゃん、それ。スプラトゥーンって、どうだったっけ?武器種が解放されるのは、ランクか。今まで特にストーリーとは絡んでなかったですよね。1は知らんけど、2は多分ランクが上がっていったら、じゃんじゃん増えていって、まあアップデートとかで、あの、お風呂とか増えたんか。で、ストーリーを進めるごとに、まあ武器種っていうのは広がらんかったけど、まあテンタクルズの2人の持ち武器ってことは、もしかしたらストーリーに絡んできて、ストーリーをある程度進めると解放みたいな条件もあるのかもしれないですね。そうすると、なかなか面白そう。ねえ。まあ、そうじゃなくてもいいんだけど、そうだったら、よりね、まあ、テンタクルズが出てくるかも、今のところ分かってないんですけれども、ワンで出てきたあの、塩辛でもね、まあ、姉さん、おるけ。まあ、多分、出てくるんじゃないかなとは思うんだけどね。ファイナルフェスの最後、姫ちゃんもね、世界に進出するぞって言ったし。で、まあ、混沌とね、もともと秩序っていうテーマもあのファイナルフェスであって、それで混沌の姫ちゃんチームが勝ったんで、混沌の街からスタートじゃないですか。なんでまあテンタクルズ出てほしいな。塩辛ズのお二人、あ、おらんなかったおらんだったよ。テンタクルズね、塩辛ズのお二人にも出てほしいんですけれども、まあ新たなアイドルがおるかは分からんけどね。いやーでももしそうだったら面白そうだな。ストーリー絡んできて武器種解放、まあ最初から多分使いたいっていうガチ勢の方もおると思うんで、そんなに深いところまでやらんでも出てくるかな、もしかしたらね。そうだったら、例えばあのヒーローモード一周全部クリアして解放とかだったらちょっと長すぎるんですよ。なんでもう元からマニューバーとか使いたい人にとっては、ね、そこがちょっと足かせになっちゃうんで、まあちょろっとやったら出てくるみたいな感じでもいいのかなと思いますね。 OK、 ありがとうございます。さあ次行ってみましょう。じゃじゃん。スプラやってる人さん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。ヒーローモードのエリア4のビバノンの前の網の前にあるスライダーのところでジャンプしたタイミングでマップを開いてエリア4の他のステージに飛ぶと面白いことになります。ほう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 。あと、チャンネル登録者数10万人おめでとうございます。ありがとうございます。次は100万人頑張ってください。オッケー。応援してます。ありがとうございます。100万人。行きたいね、いつはね。よーし。じゃあ、とりあえずはビバノンのとこ行ってみようか。オッケー、ここビバノンよね。ビバノンの、どこにある金網の前のスライダー、あ、これか。
このビュンビュン坂に乗った瞬間にマップを開いて、マップは X ボタンね。OK。マップを開いて、よしよしよし、いいぞいいぞ。他のところに飛ぶと、飛んでみようか。ほい。おー、あれ飛べてない。え、どここれ。あら、あーなるほど。あら、あら、あ、そういうことね。はい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 。あそこでもできるのかな。ここあるよね。ここでもやってみよう。もうちょっと飛ぼうか。あ、間違えた。ボタン間違えた。え、ヒョイン？あー飛べねえんだ。飛べないのね。あとビュンビュン坂あるとしたら2か。そうですね。ここでもやってみよう。ここで飛ぶ。シュシュシュ。あー、すぐ終わった。オッケー、あんな感じになります。さあ、次行ってみましょう。OK、あんな感じになります。じゃじゃん。レベッカさん、ありがとうございます。知ってるかもしれませんが、オクトのバグです。ほう。データバンク駅です。ふんふん。入ってすぐ右側に乗れます。かっこ左。どっちだちょっと待って、入ってすぐ右側に乗れます。かっこ左。どっちだ右と左がよくわからんな。OK。マニューでスライドしてください。看板に。看板から黒いものに飛び移ると乗ることができます。わかりにくいかもしれませんが、その時は質問してください。長文ごめんなさい。採用お願いします。行ってみよう。データバンク駅ね。とりあえずはマニューバーが必要ってことですよね。マニューバーにして、入ってすぐ右側に乗れます。かっこ左。どっちだろうね。ここ行くでしょ？入ってすぐ。すいません、ちょっとわかんないですね。もう一回詳しく書いてください。だいぶ前のやつだけもう見てないかもしれんけどな。 OK、 ちょっと引き続き調査します。じゃじゃん。ネルタラさん、ありがとうございます。アルさん、バブランはローラーで引いても割れます。なるほど。まああれだね、あのバブルランチャーにニカスフィアで突っ込んだ時にもらってたコメントなんで。どんな時に。バブルランチャーにイカリスフィアで突っ込んだ時にもらったコメント。まあ、その時のコメントなんで、多分、そういう感じのやつができますよってことだろうね。なんで、この、ローラーベッチュで、はい、あ、やって、このローラーで、シュシュシュ、あ、ちょ、待って、はいはい。引いても割れる？うわーん。ほんとだ。あ、よし、これで引いていっても、おふ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 、あ、ほんとだ、ヒュー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 、おーおーおー、くる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 、すごい。バブランで引いてもたまるけど、スプラッシュボムかな。ローラーベッチュ使うんだったらスプラッシュボムでやった方が早いのかな。あってぐるぐるされる間に倒されそうだもんね。でも静かに割れる。あ、そうか、あん中に入って、インクがあんまりない時か、ボム投げれん時に使えるのか。オッケー、ありがとうございます。じゃじゃん。ピーナッツオさん、ありがとうございます。アルさん、ジェットパックの最後の爆発で敵が死ぬのかやってみてほしいです。やっていたらすいません。採用お願いします。とのことなんで、まあこれガチマッチとかでやるのは難しいんで、ここのバルーンイカちゃんにダメージが与えれるかどうかですね。ちょっとやってみましょう。ジェットパックで最後爆発するっけ、そもそも。じゃあここでこうやって取ってみようか。これでダメージあったらで、あ、キュンキュン寄る。え、どれだ、よし、ふわふわふわ。このちなみにお尻から出よる、お尻じゃねえ、下から出よるやつ、あれは大丈夫よね。あー、爆発した。で、あれちょうどいい位置を
いや、ここでいけるか。オッケーオッケー。わかった。ちょっとやってみましょう。オーイェーイ。ほら、ここで爆発ちょっとしてみましょう。シュインシュインシュイン。どうだった？なんか、接触ダメージみたいなのあったな。多分、下のジェットに当たりよったんか。ちょっともう一回やってみよう。ちょっと当たらんようにして、この辺。ここだと、ノーダメージじゃん。で、爆発の時にダメージがあれば。ダメージないな。オッケー、検証の結果ですね。ジェットパックの最後の爆発では、ダメージを与えることができないので、敵を倒すことはできないという形になりました。ありがとうございます。はい、という感じでですね、このチャンネルでは皆様のコメントをもとに動画を作っております。何か面白いこと、気になったこととかありましたら、さっきみたいにね、検証とかしたりするんで、よろしくお願いします。ぜひね、チャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしております。先日10万人を超えて、どん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 これからもやっていこうという矢先に、今ね、本業というか、もうサラリーの方が、ちょっと忙しくなっちゃって、時間取れなくて申し訳ない。応援を続けてくれるとありがたいです。やめることはないと思います。動画をね。仕事の方は頃合いを見て。じゃあねー、バイバイ。